こんにちは、ピルさんです。ウイニングポスト9-2020の続きやっていきます。今年は PN ポートのダート路線ですね。ダート路線が面白いかなというところで、今年1年分つけてますけども、フェブラリーステークスをまず目指して、あと帝王賞もまだ勝ってないので取りたいんですが、それ以外は、後半は特に海外に行っても面白いんじゃないかなっていうふうには考えています。あとはこの辺の中堅どころも海外行ければ行くし、そして一等星の子、一等星は距離適性が万能長なんで、彼をうまく鍛えることによって天皇賞とかも取れたらいいかな。あとはクラブがとりあえず重賞は1勝ぐらいしたいよねというところが今回の目的になります。では進めていきましょう。さあ、フェブラリーステークスです。4頭出走しますが、かなり勢ぞろいしましたね。勢ぞろいしたというか、デューク・オバンドーさん、ポートが一番人気で、ユリちゃんも参戦してきて、デュークもオバンドーさんも、ダートでは結構頑張ってる子なんで楽しみですね。オールマイスターとナムラタイタンがライバルかな。4コーナーカーブから直線コースに向きました。大勢レジェンド先頭、PN ポート先頭、ポートがやっぱ早いわ。懸命に追いすがります。やはり PN ポート先頭だ。残り 200m を通過して、2番手はオールマイスター、後続は大きく離れた。強い。先頭は PN ポート、1着でゴール。 PN ポート1着、2着はゆりちゃん。 PN ポート素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。これでポートはドバイかな。スピードがあるんでね。これは価値がありますよ。さあ、ドバイ来ましたよ。5番人気か。思ったより人気がなかった。これは勝ち負けができるとちょっと期待はしてたんですけど、1頭128、138と141がいるわ。140超えなんかそうそう見ないけどね。これはタイミングが悪かったか。俺はいけると思ってたけどな。最終コーナーをさあ、いい勝負しろ。コースに入りました。ゲームオンデュード先頭、リードは3馬身。いやー、ダメだ。差が広がります。あと 200m、 強いわ。引き離しにかかります。2番手はステイサースティ、ゲームオンデュード、この馬で決まりか。ゲームオンデュードが強すぎる。1着、2着はステイサースティ、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。うわー、世界の壁は厚いな。ダートだからね、世界でも全然挑戦できると思うよね。おー、流れ星の子、続く PN サファイアの12。こんなに続くんすか。なんかうまい具合に要点を抑えてんだろうな、俺が。何にも考えずに配合してるんだけどね。続きますね。面白いというか、ちょっと楽しみですね。あとはやっぱ強い子も何頭か生まれてますからね。サファイア、なんか名品に
なりかけてるな。はい、桜花賞です。おー、1番人気だ。2番人気ジェンティルドンナは、あー、ジェンティルを抑えて1番人気か。成績いいもんな。追い込み届くかどうか。さあ、いよいよ直線の攻防。ビルシーナ先頭、差はほとんどありません。さあ、ここから伸びろ。サウンドハート追いすがる。フィーネヌラブまだ後ろ、懸命に前を追っています。ちょっと厳しい。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってジェンティルドンナ、2番手はジェンティルだ。ジェンティルドンナ、ジェンティルドンナ1着、2着にはどうやらフィーネヌラブ、見事に勝ちました。ジェンティルドンナ、本番でやられた感じか。あとはオークスかな。はい、種付けなんですけど、まあいつもこうやって爆発力で相当して、評価で相当してとかっていう風にやってるんですけど、まあ、配合評価とかね、あんまり見てなかったんだけど、こういう風に表示されるんですね。このクローバーの数の合計が爆発力になってる感じで、まあ、ここを見ればね、より細かく見れるんだけど、お笑い配合とか、まあなんだろう、覚醒遺伝とか血脈活性化配合とかが出てるんで、まあ基本的に爆発力評価の相当で見て、あとこういう細かい差とかはこの中に入って確認するみたいな感じでいいのかもしれないですね。だから割と適当にというか、それなりにやってたところで、うん、まあしっかり結果の出る子が生まれる理由っていうのはそういうところにあったんですね。ということでやっていきます。まあ基本的に最近はこうやって爆発力評価で相当して、まあ爆発力有利かな、 S と A だったら、これ A だったらこっちの方を選んじゃうけど、あとはまあ所有馬でもなんか似たような数字だったら所有馬優先でつけるみたいな感じだね。うん、お笑い配合が強いもんね。あー、こういうのでもあれなのかな、こう爆発力に反映されてない配合理論があるけど、まあ、いっぱいあればあった方がいいのかもしれないですよね、もしかしたらね。はい、そんな感じで配合をしていきます。はい、オークスです。ラブとアルデルが2番、3番人気、まあ1番人気ジェンティルドンナ。ジェンティルな、一矢報えるような場所にはいると思うんだけど、まあ見てみないと分かんないですね。いざ勝負の時、アピルスサッシュ先頭、後続はどうか。ここで先頭変わりました。先頭はジェンティルドンナ、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はフィーネヌラブ、ジェンティルドンナ。この馬で決まりか。ジェンティルドンナ距離が伸びたらより盤石になったな。相手が強いな。1着、2着はフィーネヌラブ、ジェンティルドンナ、牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ。牝馬3冠はもう目前だ。秋華賞で3冠阻止するか。頑張って。大差負けは嫌ですね。アルデルが完全失速してるのはなんでなんだろう。あー、展開が悪かったか。はい、メトロポリタンハンデに PN ポート出走します。まあここは硬いんじゃなかろうか。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ伸びるか、ちょっと厳しいか、これは厳しいな。余力は十分、さらに引き離していく。2番手はザ・ファクターコイル、この馬で決まりか。コイル、オールインコイル、1着、2着はザ・ファクター、勝ったのはコイル、見事な勝利です。海外ちょっと難しいのか。ちょっとキレがなかったなあ。さあ帝王賞、ここは勝ちたいが、エスポワールシティが来てる。強いんすよねエスポワールシティね。取っておきたいな、取っておきたい。一勝できればもうそれで俺いいからさ。さあこれからです。エスポワールシティ先頭、後続とは3馬身以上の差。足はいいけどな。あと 200m エスポワールシティアドバンテージをキープ。うわダメだ。2番手はピレンヌポート、エスポワールシティ。追い詰めたけどな。2着にはどうやらピレンヌポート、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはエスポワールシティ。来年か。もう2頭でちぎってるんだけどな。すげー。はい、競りに行きました。ミッキークイーンと里のクラウンが出てるんで、まあどちらかは取りたいですね。里のクラウンかな、どちらかといえばね。まあ10億ぐらいは行く可能性あるな。7億8億ぐらいじゃないですか。ここから跳ね上がるよ。お、安い。思ったより安い決着、多く。これは良かった。まああとミッキークイーンあたりが名馬列伝とか見るとさ、すごいちょうどいい感じなんだけど、どうしましょうか。当選ビクトリーもいいっちゃいいっすよね。かなりいいよね。でもミッキークイーンが抜けてるかな、このメンバーだったら。ミッキークイーンはスタートが高いからな。まだまだ行くね、これは。7億ぐらいで決着できないか。8億で決着。止まれ。よし。K。この2頭だけで今年の売り上げ利益ほぼ飛んだな。帰りましょう。はい、秋華賞やってまいりました。そうですね、ジェンティルドンナを止められるかどうかなんですけども、止めたいんですけども、トライアルでは勝ってるんだけどもなーっていうところなんですよね。ラブがね、トライアルでは勝ってるんですけども、
本番だとな、なかなか難しいからな。さあ決着をつける時が来た。ビルシーナ先頭、しかし後続の足色もなかなかいい。伸びないか。あと 200m。 さあ先頭は今度はジェンティルドンナ、2番手はビルシーナ、ジェンティルドンナ、伸びなかった。ジェンティルドンナ1着、2着にはどうやらビルシーナ、ジェンティルドンナ、ついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。まともなレースできてないな、戦えてないな。ラブな後ろからだったな。はい、ポートが JPC スプリントに出走します。距離短いんですけど、今年はまだ勝ったことがない G1 や重賞に挑戦させていて、まあその過程でですね、JBC スプリント出走しました。本当だったら天皇賞秋予定されてたんですけどね。まあワンチャンないかな、なくても2着は硬いと思うんだけど。さあ直線に入りました。これからの勝負、セイクリムズン先頭、足がいい。後続はどうか、セイクリムズン先頭、残り 200m。 ビーデンヌポート、あー待って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 、そう粘れ粘れ粘れ粘った。ビーデンヌポート先頭、よし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 。2着にはどうやらセイクリムズン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはビーデンヌポート。よかった、取った。あんまりね、スプリント速い子がいないのがね、ちょっとどうかなって思ってたけど、これでだんだん埋まってきたね。棚が埋まってきた。でデュークも JPC クラシック出るんで、これもダイジェストで。でもトランセンド強いかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。トランセンド先頭、これはちぎれた。Sワンプリンス必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、2番手はシビルウォー。トランセンド先頭だ。トランセンド強い強い。トランセンド圧勝。こういう逃げ馬を1着、2着はシビルウォー。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはトランセンド。多分結構そうね、4着だけど、この差はね、ああもうピークがね。はい、ポートがクラークハンデ出走します。どうですかね、強い馬1頭いるかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ちょっと後ろか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ちょっと後ろだ。先頭あと200m だけど、足がある、足がある。うわあ外から。アニマルキングダム、アニマルキングダム、勝てない。2着、2着にはどうやらビーデンヌポート。勝ったのはアニマルキングダム、見事な勝利です。くそー、世界の壁よ。これはもうなんだ、悔しいな、困ったな。はい、そしてチャンピオンズカップもおばんどうさん、ターンズ、PN カーブ出走。まあワンチャンあるんじゃないかな。さあ直線に入りました。これからの勝負、ビーデンヌカブ先頭、2番手以下も差がなく続く。フリオーソ追いすがります。いいぞ。あと 200m、 ビーデンヌカブ粘れ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 。2番手はフリオーソ。ビーデンヌカブ粘る。ビーデンヌカブ、よし。ビーデンヌカブ1着、2着にはどうやら旗のバンクール、安定してやったり。 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはビーデンヌカブ。取りましたね、よかった。うん、よくやったよ、3歳。カーブあれじゃないですか、もしかしたらね、海外とか行かせても面白いかもしれませんね。
はい、全日本2歳優駿ですね。ストレイドを勝とうぜ。あんこパンの子か。これは勝ちたい。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。DNA ストレード先頭。後続とは3人以上、これは強いわ。腹に突き放します。2番手はハニーパイ。DNA ストレードこの馬で決まりか。 DNA ストレード今ゴールイン。段違いの強さです。ディレンヌストレード1着、2着はハニーパイ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはディレンヌストレード。ストレード来年のローテどうしよっか考えちゃうな。いいっすな。なんかダート路線が面白くなってきたね。はい、阪神ジュベナイルフィリーズにブロッサムとイシスが出ます。1番人気勝ってほしいね。4連勝できてる。ただ調子が悪そう。調子悪いね。罰だ。あー、しかも逃げ馬か。ちょっと逃げ馬だったら最初から見ようかな。調子せめて三角か丸で出してあげたかったね。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ、最後は大外枠の BNE シス。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。当選が当たる。強い逃げ馬って欲しいんだよな。手元にスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して当選が当たる。あんまり良くないか。その後ろからは BNE シス。この馬も上がっていく構えです。エリモトワイニング後方から先頭に戻りましょう。 BN ブロッサム先手を取りました。並んでイシスの方が BNE シス。すぐ隣に当選が当たる。少し離れてインポートローディズ続いています。エイシンラトナそれに続きます。その隣にサクラディソール、その横にレッドオーバル、その外にコレクターアイテムエアレリック、そのうちに続いています。さあ、先頭はまだ無敗の BN ブロッサム。当選アパレルほとんど差がありません。 BN イシス3番手。さあ、 BN ブロッサムこのまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。BN ブロッサム先頭リードは1馬身から。イシスの方が良さそうだけど粘ってるな。2番手手応えはどうか。残り 200m。 あ、強い強い強い。 BN ブロッサム足色は衰えません。あー、粘れ粘れ。BN ブロッサム、あー粘った。危ない。1着、2着にはどうやら名勝マンボ。 BN ブロッサム1番人気に応える見事な G1 勝利です。5連勝、5連勝か。いいね。あー、スミスと綺麗の子か。いいね。なんか自分の関わり合いのある父と母。ふう、よかったね勝って。放牧行こう。放牧はい、有馬記念です。ポートとゆりちゃんがただ遊びに来たっていうだけのレースではあるんですけど、まあゆりちゃん今年は G2G3 路線で行きましたし、ポートはまあずっとねダート走ってましたからね。まあポート芝も走れるんで、まあでもオルフェ強いよねっていうところかな。さあ、世紀の決戦だ。意地と意地がぶつかり合う。残り 200m、オルフェーブル、さらに足を伸ばす。足が違うもんな。2番手はルーラーシップ、オルフェーブル。この馬で決まりか。オルフェーブル、ゴールイン。オルフェーブル、1着、2着はピレンヌポート。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、オルフェーブル。オルフェは強いね。交流重賞ハンター
まあ、これで今年は終了。はい、今年は一人旅踊り子イーグルスが引退ですね。まあポートとユリちゃんどうしようかなっていうのを考えてて、 G1 とかよりもまだ取ったことない G2、G3 路線とか、まあポートに限っては海外かな。海外そんな勝ちきれてはないんだけど、あと帝王賞か、それでもいいのかな。でも距離適正あって芝も走れるんであったら天皇賞春とか狙いたいけど、オルフェがさ強いからさオルフェとそうねエスポワールシティには勝ててないからね、悩む。はい、所有馬入居も決めました。里のアラジンと、まあ PN シルがミッキーアイルかな。まあこれはクラブに行ってまあね、重賞1個ぐらい勝ってほしいっていう感じで、まあこの2つ2頭が行ってもダメだったらちょっとクラブもう自由奔放にやらせてもいいのかなっては思ってますね。ちょっとね、ちょっとクラブ物足んないな。はい、年が明けました。お、微笑み12、どうしましたか。あー、ネワラの手入れが楽、賢いんだ。お、最近一郎さんには好意にされている方がいらっしゃいますね。ここは一つ将来を見据えてご結婚をお考えになってもいい頃ではありませんか。誰ですか。お相手の候補の方がいらっしゃいますけど、どなたかにご結婚を申し込まれますか。あ、牧場長。はあ、なんで？いきなり？まあでもな、そろそろ新しい展開というか、このゲームの見どころである人間ドラマを見たいなと思ってた頃なんで、結婚しましょう。すげえ唐突だけどね。すげえ唐突に結婚したわ。はい、田中一郎さんと朝比奈澄江さんが晴れて結婚しました。一郎42歳、まあ澄江さん年齢ないけど、まあいい頃合いじゃないですかね。今風ですよね、タイミングが。はい、トロフィー結婚、トロフィー用意されてんだ。あ、そうですか、そうですか。あ、おめでとうございます。あ、ニリさんからお年賀ですね。あ、でも結婚したところで言うほどのなんだ展開はないんじゃないか。あ、そう、田中すみれになってる。そうかそうか、まあこれからですかね、もしかしたらね。クラブは まあでも回収率上がってはきてるな。確かにちょっとずつ良くはなってるか。ちょっとずつは良くなってんのかもしれない。でもごっそり会員いなくなっちゃうからね、どうしたもんかね。これで優勝カップは天皇賞春、ジャパンカップ、 NHK マイル、帝王賞なんで、あと4つ。帝王賞と NHK マイルは割と取りやすい。
天皇賞春がね、距離適正的なところで少しハードルが高い、まあ、ジャパンカップはね、ちょっと強い馬が来ちゃうんで取れないというところで、でまあ日本の重賞は 69% 取得、まあこれ徐々になんだよな、地方の重賞とかそんなにいかないから、まあ徐々に取れればいいよねっていうところなんだよね。あとはまあ海外とかはまずいいとして、こういうところでサマー2000シリーズとかサマースプリント、サマーマイルとかのあたりはもう先に取っておいてもいいよね。国内 G1 と地方 G1 はそのうち取れる。で、この子孫系は結婚したんでこれから、まあ、牝馬三冠、春子馬、秋子馬三冠は、まあ、強い馬が出たら、グローバルスプリントチャレンジ、アジアマイルチャレンジ、まあ、この辺のサマースプリント、サマーマイル系は取っておいてもいいかなって考えると、ゆりちゃんが、サマーマイル、サマースプリント的なところ、もしかしたらまあ、辛そうだけど、辛そうだけどいけんじゃないかな。アジアでちょっと行ってみようか。アジアで調整して、ポートなポートはダメだな。これ一旦放牧出してから、ローテ。米国コバダート、コバダート路線行ってもいいんじゃないですか。すげえ辛そうだけど、ローテが。いや、行ってもいいんじゃないですかね。これ行かせるけど、そうだね、3月、ぐらいからにしたいから、ローテ的には、3月からスタートするとして、まあでも、米国とか走らせて、まあ2着、3着は来てるんで、もしかしたらね、あと、帝王賞か。ああ、悩むな。あ、でも覚醒馬なんで今年は帝王賞あえてちょっと外すことにして、放牧4周行かせる。で、ラジュラルちょっとあれだな、自走方針を G2 優先ぐらいに、 G3 優先にしようかな。ちょっとそれでも厳しいかもしれない。ラブ、ターンズもちょっと厳しいな。カブが、もうペガサスワールドカップ行くんだ。カブもコバローテ、米国コバダート、距離適正1900、コバダートマイルみたいなないのかな。欧州は基本芝だからな。コバダート路線か、国内コバダート路線。いやーでも日生、ちょっと距離適性が、柔軟性がないな。まあブロッサムはもう、あれだ。3歳のクラシック路線で、うわ、すげえな。柔軟性がないか。まあでも牝馬だから、オークスがちょっと厳しいね。オークス厳しいね。まあ
あこの辺は、あ、おばんどうさん、おばんどうさん、うわあ、おばんどうさんは能力がいいけど柔軟性全然ないわ。1700か1800か、これは地味に苦労するな。一等星がねちょっとデビュー遅いからクラシック間に合わないでしょ。そう考えるとポートとユリちゃんでちょっと遊ぶというか、あーそういうことか。いやーどうすっかな。ユリちゃんもちょっとローテ全部消せるもんは消して、あれでいいのかもしれない。ローテというか、まあちょっと1個ぐらい登録追加して、なんかどっか取ってない、あ TCK 女王杯ね、そういうの入れといて、ほいで自走方針で G2、G3 路線でいいような気がするな。 G2 路線を入れて、で自走方針の G2 路線で金量に関してはお任せで未勝利重賞優先出走、まあ、こんな感じじゃないですかね。これでいいんじゃないかな。だから次回楽しみなのはまあポート、楽しみと言ってもちょっとローテ厳しいけど、でまあゆりちゃんは G1 走らせるよりは G2G3 じゃないかな。でなんか取ったことのないやつをちょっと取ってきてもらって、だな。ポートは今年1年ちょっと行って、まあ帝王賞近くなったらこの辺日程が厳しいところがあるんで調整かけて帝王賞に向かわせてもいいかもしれない。まあそんな感じだな。よしよしよし、いいぞ。でまあクラブはちょっとまず軌道に乗らないんで、まあなんか介入もできるのかもしれないけどな。なんかもったいないよな。すげえもったいない感じはするな。全然ダメだもんね。たまに人気薄で勝つぐらいだから。絶対何か補正が入ってるんだろうな。まあでもそのうち勝つでしょ。知人の収支をこれプラスにさせてあげたいですけどね。まあでも次回はそうだな、もう結婚もしたし、多分1年後にはね早速子供も生まれて、多分子供を2人か3人ぐらい産むと思うんで、それぞれがまあ牧場長、調教師、騎士を目指して、で自家製サンバに自分の子供を騎手として乗せたり調教師として調教つけてもらって成長させて世代交代か。なるほど、見えてきた、ようやく流れが。これでそろそろまあより絆コマンドが生きるんじゃないですかね。はい、ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。